はいどうも。今回はですね、Excel のデータ入力、数字の入力の仕方についてやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。Excel の主な用途としてはですね、あの計算とかね、数値処理だと思いますね。この数値処理をする上で、数字の入力の仕方を知っていないと、なかなかですね、思うようにですね、入力ができないということになりますので、 ぜひこの数字の入力の仕方ですね、えー、覚えていただければと思います。で数字の入力しの仕方なんですが右の写真のですね赤いところのですね数字を使えばですね入力することができますよとでここですねあのー、普通にやるとですねなんかこういう形の大きな数字になってですねエンター2回押さないと数字にならないみたいなあことがあると思うんですけども。 えー、これはですね、えー、全角か半角かっていう問題になってきまして、えー、単に数字だけをですね、えー、入れていきたいという場合には、ですね緑色のところ ALT と書いてある、あると押しながら半角を押してください。するとですね、えー、数,字モ数,数字モードになりますので、普通にですね数字を入れることができますよと。 でえー、気をつけてほしいのが、先頭に0、ね、を入れてです、ねえー、こう入れた場合、0も入れたいんだけどなというときに、えー、この状態で入力しても、0の先頭が消えてしまいますよというところを覚えておいてください。でこの0を先頭に持っていく場合にはどうしたらいいのかということなんですが、よいしょ、まあ、特殊なです、ねえー、入力の仕方がありますよと。 ですね、この左のほうに、ね、080ってね、えー、携帯番号の、えー、頭文字みたいなのがありますけどもこれを表示するためにはどうしたらいいのかってことなんですがまずですね、えー、数あると押しながら半角というね緑のやつをやっていただいて数字モードにしてくださいで数字モードにしていただいた上でえで、ー、次にやるのが黄色いところですシフトを押しながら7というものをやってくださいするとですね上にちょんみたいなのがです、ね、表示され,れると思います左 側のですね、セルを見てください、えー。チョンというものが出まして、それが出てから先頭にゼロをつけるようなものを入れてください。するとですね、えー、こういう形でですね表示されますよというところですね。これたまにですね、あのー、こっち側に表示されたりとか、こう左側に、えー、揃えられちゃったりとかするんですね。これなんでかっていうと、えー、チョンがつくとですね、 数字を文字扱いしてくれるんですね。文字扱いになってしまうと左に寄ることが多々あります。その場合には、ですね、このホームというところから、えー、クリップボード、フォント、配置の、この配置の中の、えー、この右,右揃えというものをやってもらうと、右にですね、数字が揃いますよというところこれをですね覚、覚えていただければと思います。で、次にですね、えー、例えば、 あー携帯番号を入れたいんだけど、ハイフン入れるのめんどくさいなっていうような場合、ねえー、11桁の番号ですよね、44、えー、の3で、えー、8の3の11、11桁の携帯番号を入れたときに、えー、080の、えー、ハイフンの000のハイフンのみたいなやるのをですね、い、えー、ちいち押すのめんどくさいっていう場合にはですね、えー コントロールを押しながら1を押してください。するとですね、セルの書式設定というものが出てきまして、このセルの書式設定の表示形式の中の一番下のユーザー定義というものがあるんですけども、これをクリックしてください。で、まあ、適当にですね、選んでいただきながらで、ここのですね、種類というところを消していただいて、例えば、000。 ハイフンのゼゼロロゼロゼロハイフンのゼゼロロゼロゼロという形で,ですね。ゼ、ま、ロ、あの場合は数字が入りますよっていう、えー、命令なんですけれども、こういう命令をですね作って OK を押していただくと、例えばゼロ八ゼロの一一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 でもいいですね、えー、いうふうにやりますと、ハイフンが入ると。 いうような形で,ですね、えー、省略をすることができますよ。ハイフンを入れることが省略できる方法もぜひ覚えておいていただければと思います。コントロールを押しながら1を押していただければと思います。はい まあ、とりあえずですね、この簡単な数字の入力の仕方、そして0を先頭にする仕方、そしてハイフンをですね、いちいち入力しなくてもいい方法、この3つを覚えときはですね、えー、とりあえずは数字の入力には困らないと思いますので、えー、覚えて帰っ、えー、ていただければと思います。ではまたお会いしましょう。またね。